はい、今回はですね、森友事件の一問一答です。財務省幹部に直撃、安倍首相答弁が改ざんに関係との発言めぐる一問一答ですよね。記事を書いてらっしゃったのは、あの相沢冬樹さんですよね。今、大阪日日新聞の編集長をされていますが、以前は NHK の記者だったんですよね。で、NHK の記者として、この森友問題をどん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 突っ込んでいくうちに、どんどんね、官職に回されて、要するに飛ばされてですね、もうそんな取材するなっていうふうな、あからさまの圧力を NHK から受けて、結局そこをね、出ることになってしまったという。真実を追求する人はこうやってね、闇から闇に葬られるのかなってところですけども、でもね、やっぱりね、真実ってのは固く立つっていうふうに、聖書にも書いてますし、嘘ってのは続かないんですよ。ね、この安倍総理の嘘ってのは、とてつもなくひどいんですよね。文書を改ざんする。指示は出してないにしても、それをおもんぱかって、官僚がね、そういうことをしなければならない。しまいには命をね、落とさざるを得ないみたいなことをね、ずっと自分の立場を守るために容認してるわけなんですよ。お前らがそんな苦しむ必要はないと。これは俺が責任を取るみたいなことを言ってね、やっぱり身を引くっていうことも総理の責任だと思いますしね。そういうことがね、やっぱりできないんですよね、きっと。ちょっとまあ記事読んでみましょうか。またね、私がね、文句言って終わってはいけないんで。はい。森友学園の国有地8億円値引き売却をめぐる安倍首相の、私は妻が関係していたら総理大臣もまさにですね、国会議員も辞めるという答弁。懐かしいですね。これがその後の公文書改ざんに関係があったというのは誰の目から見ても明らかですよね。これでも安倍総理自身もそれは意識してるに違いないと思いますよ。それ以外はないんですよ。あんなこと言わなければ何の事件も起きてないんですよ。あの、国会議員辞めるっていうのも、ね、撤回してもよかったんですよ。今はもうね、撤回できないですよね。こんな時間が経ってしまったら。で、ひいてはですね、今、森法務大臣にも、もう法律とかね、三権分立をぶち壊して、黒川検事総長をね、自分を無罪にするために、憲法をぶち破ってですね、こんなむちゃくちゃなことをしてるわけですよ。国会答弁もね、本当にね、野党はね、いい追及をしてくれましたよ。いい追及をしたんだけども、もう逃れてと言いますか、もう完全にバレてるのに、とぼけて。時間切れを狙ってそのまんま行ってしまった棚橋委員長もひどいですね。ああいう人がね、まあいるんだなーっていうので、私はね、この国に対する信頼がなくなるというか、がっかりしましたよ。かっこいい大人、かっこいい男になろうと思ってきっとですね、バッジをつけたはずなんですよ。それがいつの間にか組織に関わるとこうなってしまうのかなと思っちゃいますよね。それほどまでに利己の出世が必要なのかなと、自分の立場をね、強くしたいのか、そうではないんですよ。損得ではなくて善悪で生きていけるような、そんなにね、人間になってほしいですし、そういう人に国を任せたいなと思うんですよね。まあ、ですからこの赤木俊夫さんって方ね、本当にこういう方が近畿財務局にいらっしゃったのは宝ですよね。その宝をもういとも簡単にね、こういうふうにみんなで口裏合わせて葬ってしまうっていうの、ゾッとする思いがしますよね。で、財務省幹部に直撃一問一答がこの辺から始まっています。で、相沢さんがね、言います。伊藤さん、すいません、夜遅くまで、始めまして、私相沢と申します。大阪日日新聞の記者で、この前週刊文春で赤木さんの手記をって感じですよね。こんなとこまで、私のとこまで来られたんですかってびっくりしてますよね。で、相沢さんが調査報告書をまとめた責任の方ですから、ぜひお会いしたいと思いまして。そりゃそうですよね。そうすると伊藤さんはですね、いやいや、もう役目も離れてますからって感じで言われるんですよ。役目になってる時は、刑事訴追の、ね、可能性があるとか、なんとか言うんでしょうね、きっとこういう方は。で、相沢さんなんですけども、当然2年前に調査された時に、赤木さんの手記はお読みになってると思いますけど、今、奥さんですよね、があの手記を公表されて、そのことをどういうふうに受け止めてらっしゃいますか？いや、もうちょっと今、財務省の人に迷惑がかかるといかんので。なんですかね、この財務省の人に迷惑がかかるといかんので。迷惑をかけられてるのはこっちの方なんですよ。当時佐川さんにですね、当然調査をされてると思うんですけどね、いやちょっと勘弁してくださいっていうことは言えないこと、要するに我々国民が怪しいと思ってることがそのまま直撃してるってことなんですよね。相沢さん、いやいや佐川さんに聴取をしないでってことはありえないじゃないですか。伊藤氏、いやいや私に対するインタビューは勘弁してください、答えなくてもいいですかですよね。だから答えられないんですよね、やましいという。もちろん取材をお断りする自由はあります。伊藤さん、じゃあそうさせてください。相沢さん、ただ私もお聞きする自由はありますので。伊藤さん、だからもう答えないので。相沢さん、佐川さんのような立場の方になると、おそらく伊藤さんご自身がお話をお聞きになったんじゃないかと思うんですけども。伊藤さん、答えなくていいですか。相沢さん、答えないのはもちろん自由です。
伊藤さん、聞かれるのも困るので、ずっと一方的に喋るのも困るでしょう。相沢さん、いやいや、取材に答えない自由はもちろんあるんです。食い込みますね、相沢さん。伊藤さん、それじゃずっと一方的に話すんですか、私に。相沢さん、そうです、うん、これも効果あるんですよね。写真が出てますね。で、伊藤さん、立ち止まってこちらを振り向きながら、やめてくださいよそんなの。相沢さん、それでね、あの年の10月28日に赤木さんのところにお伺いして、てんてんてんと。伊藤さん、どうやって断ればいいんですか。相沢さん、だから取材を受けませんというのはもちろん権利ですから自由なんです。ただ私には逆に取材をする権利はあるわけです。まあその通りですね。伊藤さん、でも受けないって言ってるところに一方的に話すのはどうして。相沢さん、ですからどう振る舞うかはもちろん伊藤さんのご自由ですけども。すごい記者魂ですね。伊藤さんも頑張りますね。じゃあ一応私の立場を離れますので、今家に帰ろうとしているので家までついてきてくれるのはやめてくれますか。相沢さん、ここで全部お話していただけるんだったらやめますと。伊藤さん、あー、だから僕も相沢さんにとっては取材対象でしょうから断る自由があるでしょと。相沢さん、だから断る自由です。断ることは自由ですと。伊藤さん、断ってるのにずっと話しかけてくるのはおかしくないですか。相沢さん、いや、おかしくありません。私も取材する自由がありますから。なんかね、安倍さんに似てきましたね、これはね。1000日手ってやつですね、将棋で言うと。伊藤さん、じゃあ無言でずっと家まで入ったらどうするんですか。相沢さん、いや、家の中まで押しかける気なんてないですからと。伊藤さん、わかりました。足早に家へ向かい始めた伊藤氏に横を歩きながら話しかける。相沢さんはこういうふうに話しかけます。10月28日に赤木さんの家に訪れた時に、伊藤さんは奥さんのところに行った時にですね、安倍首相の私や妻が関与していたら辞めるという答弁が改ざんと関係あったとおっしゃっていますけれども、それは当然佐川さんなり改ざんに深く関わった方が話しているからそういうふうに言うわけですよね。伊藤さんは無言ですね。相沢さん、答えないということは否定をしないということなんです。否定をしないということはこの場面では認めたことになるんですよ。これは認めたという解釈でよろしいですね。こう言うとね、黙っていられなくなるんですよね。私もこれね、使われたことがあるんですよ。いやいや、なんか変な取材じゃないですけどもね。伊藤さんでこういう答えますね。いやいや、こんなことで喧嘩する必要は全くないんで、僕は紳士的に振る舞いたいと思っているんです。だけど僕が相沢さんの取材に答えると、後輩に今一生懸命対応しようとしている財務省の人間に迷惑がかかるといけないので、イエスもノーも言いたくないし、認めたくもないし、何もしたくないので。相沢さん、今伊藤さんがおっしゃった気持ちはわかります。財務省の後輩に迷惑をかけてはいけないと。でも赤木さん、これ奥さんですね、迷惑をかけてもいいんですか。奥さんはそれを知りたいとおっしゃってます。私はこれを翔子さんですね、奥さんに成り代わって聞いています、などなどありますんでね、ちょっとね、読んでください。私もね、ずっと読みたいんですけども、皆さんのね、読む自由がありますんで、まだまだ記事は続いてます。ぜひご覧ください。8分ほど喋ってしまいました、すいません。もう今回ね、私の感情は、ガー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 とね言わなかったんですけども、この手記を聞くだけでなんか腹渡が煮えくり返るようなね、それでいてこの取材を受けた伊藤さんのなんかね、本当に揺れ動く気持ちといいますか、申し訳なさと、それからもう終わったことにしたいというね、そういう葛藤があるんだろうなと想像せざるを得ません。みんながね、正直になれば赤木さんも浮かばれると思いますし、他の人に迷惑がかかると伊藤さん言いますけども、じゃあ赤木さんとか奥さんには迷惑じゃないんですか。その言葉が、相沢さんのその言葉がね、私の胸にも突き刺さるわけですよ。皆さんはどのようにお感じでしょうか。またコメントの方お待ちしております。よろしくお願いします。